はい、今回はですね、この日清のね、チリトマトをね、食べていきたいと思います。はい、今回はですね、このね、日清のチリトマトですね。で、今回は低タンパク、高タンパクで低糖質っていうことでね、はい、ちょっと食べていきたいと思います。まずこれね、またこれも差し入れでいただきました。はい、ちょっとこれね、開けていきます。で、これ開けていく前にね、またお湯の方をね、作っていこうと思います。はい、またね、水富士山の天然水をね、入れていきます。はい、で、このね、チリトマトですね、高タンパク低糖質ってことでね、タンパク質 15g 入って、糖質が 50% オフで、1日の、植物繊維1日分が入ってるっていうね、形です。で、これもね、カップヌードルと同じようにね、もう火薬が入ってますので、これ以上ゴミが出ないってやつですね。またね、お湯が沸くまで待っていきたいと思います。はい、今ね、ちょうどお湯が沸きましたね。なので、ちょっとこれ注いでいきたいと思います。はい、これでねこれでね、3分待っていきたいと思います。はい、20秒前ですね。はい、じゃあね、開けていきます。はい、ちょっとね、これで食べていきたいと思います。はい、じゃあちょっと食べていきます。
はい、このチリトマトね、ちょっと辛いの苦手な人にはちょっと辛いかもしれないですけど、まあ、ちょっとむせるぐらいの辛さではないですね。はい、一応辛いけれども、なんか誰でもね食べれるようなね風に作ってあると思いますので、そうですね、チリトマトって言いながらも、まあ、そんなにこう、まあ、ちょっと辛いは辛いですけど、そんなにこう汗が出るほどではないかもしれないですね。はい、逆にこのチリトマトヌードル終わった後によくこうご飯入れてチーズも入れたりする人いますけどね、はい、ちょっとそれにチーズに合いそうな感じですね。はい、またご飯がねあったらチーズも入れてね、なんかリゾットみたいにしていきたいと思います。はい、ちょっとねこのチリトマト、その後の食べ方ね、面白そうですのでね、